環境省は日本の行政機関の一つ。環境の保全、整備、公害の防止、原子力安全政策を所管する。環境省設置法に定められた上記の任務を達成するため、同法第四条は、環境省が司る事務を計26号にわたって規定している。具体的には以下の事項に関する事務がある。環境庁設置法五署名原本環境省の 内部組織は一般的に法律の環境省設置法、政令の環境省組織令及び省令の環境省組織規則が階層的に規定している。本省内部部局は中央合同庁舎第5号館22階から26階に所在している。地方支分部局として地方環境事務所を置く。 環境省が主管する独立行政法人は2021年4月1日現在、国立環境研究所、環境再生保全機構の2法人である。環境省が主管する特殊法人は2021年4月1日現在、中間貯蔵、環境安全事業株式会社のみである。これは、株式会社の形態で設立された特殊会社である。 環境省が主管する特別の法律により、設立される民間法人は2021年4月1日現在、存在しない。環境省が主管する認可法人、地方共同法人及び特別の法律により、設立される法人は存在しない。2021年度一般会計予算における、 環境省所管の歳出予算は3,232億8,563万6千円である。組織別の内訳は、本省が2,694億8,439万4千円、地方環境事務所が68億8,896万2千円。 原子力規制委員会が469億1228万446億6086万7000円となっている。共通費を除く主な科目は、石油石炭税財源エネルギー、受給構造高度化対策費エネルギー対策特別、会計、繰入れが1290億円、廃棄物処理施設整備費が374億7037万4000円、 電源開発促進税財源原子力安全、規制対策費エネルギー対策特別会計へ、繰り入れが352億5100万円などとなっている。歳入予算は33億1024万62000円で、全額が雑収入である。環境省は、内閣府、文部科学省及び、経済産業省とエネルギー対策特別会計を、共感している。また、 国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管の東日本、大震災復興特別会計を共感する。一般職の在職者数は2020年7月1日現在、 環境省全体で2879人である。うち、本省が1928人、原子力規制委員会951人となっている。行政機関職員定員令に定められた、環境省の定員は、特別職1人を含めて3222人である。本省及び、格外局別の定員は、省令の環境省定員規則が、 本省2132人、原子力規制委員会及び施設等機関の職員の定員1090人と規定する。2020年度一般会計予算における予算定員は、特別職16人、一般職1873人の計1889人である。一般会計の予算定員の機関別内訳は、環境省本省が996人、 地方環境事務所537人原子力規制委員会356人である。特別会計の予算定員は、エネルギー対策特別会計が738人、すべて原子力規制委員会及び施設等機関、東日本大震災復興特別会計が608人、すべて地方環境事務所である。環境省職員は、一般職の国家公務員なので、 労働基本権のうち葬儀権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は保障されており、職員は労働組合として国交法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。2020年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は、 単一対一となっている。組合員数は8人、組織率は0.3%となっている。組織率は13不詳二員の平均である40.2%を39.9ポイント下回っている。2000年代は2009年度末まで職員団体の組織率が2割程度で推移していたが、2010年度一挙に0%になっている。過去にあった老素は、 全環境省労働組合で連合、全労連いずれにも属さない中立系組合であった。その後再度組織されたが、極めて弱小である。環境省の編集する白書には、環境白書、循環型社会白書、生物多様性白書の3つがあり、それぞれ環境基本法、循環型社会形成推進基本法及び生物多様性基本法の規定により、 毎年政府が国会に提出することが定められた報告書と今後の施策文書を収録している。例えば環境白書は環境基本法第12条に定められた環境の状況及び政府が環境の保全に関して講じた施策に関する報告と環境の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書が収録される。循環型社会白書と 生物多様性白書も同様である。以前はそれぞれ市販本が発行されていたが、2009年版から3白書の市販版は合冊となっている。ウェブサイトの URL のドメイン名は、www.env.go.jp。定期観光の広報誌としては、各月間のエコジンがある。現在は、環境省が発行し、 株式会社文化工房が編集を行っている。2007年6月以前は行政発行の環境が完工されていたが、2007年7月から社団法人時事が放射発行で各月間のエコ人に更新された。一般職の幹部は以下の通りである。ありがとうございます。